や最近の悩みをお話ししてもいいですか。はい、野菜不足野菜ね、野菜不足で、うんうん、いやどうやって摂取しようかなっていつも考えながら、確かにね、秋野さんのランチは結構茶色が多いですそうなんです、茶色いものは美味しい、そうね、美味しいよね、うん、そうだし、まあ、昼食べたら、まあ、ゼロカロリーかなみたいなあるじゃないですかうんうん、うん、あるね、だから、まあ、喜んで茶色いもの買っちゃうんですけど、うんうん、で、まあ、気休めに、うん、まあ、茶色いものだからちょっと緑のものがあったらちょっとバランス取れるんじゃないかなっていう気分になって、うん、あの野菜ジュースはちょっと緑色のパッケージ、ね、あの葉物の野菜がたくさん入ってそうな味選んでるよね、グリーンスムージーみたいなそういう、もうたくさん葉っぱ入ってますみたいな色の野菜ジュースを買うようにしてるんですけど、あの組み合わせはそういう意図があったんだ。いつもそ例えばこう生姜焼き弁当みたいなね、こうパッと見茶色のすごく目立つお弁当に緑色のパッケージの飲み物が大体セットになってランチしているから、そうなんですよね、好きなんだなって思ってたの。あれは一応、まあ、見た目的にあこれでバランス取れたかなっていうなるほどね、そう心をそういうマインドにしていくための手法だったんですけど、うん、でも心の中では野菜不足だなって一応分かってるんですよ。でもね、ああいうジュースって今ほらすごい質もいいからさ、うんうん、1日の3分の1の野菜がとかさ書いてあるじゃない、ね、だからそれ3本飲んだら1日1食ずつ飲んだら1日分の野菜ってことですよね、うん、ただねそうだね、そう野菜としてはいいかもしれないけど合わせてさ美味しい野菜ジュースのためのさ砂糖が結構入ってるはずなんだよ、あれ。そうなんですよね、うん、飲みやすいようにそうそうそう美味しくなってますからね。はいね、スムージー朝作ったらいいんじゃない、ジャーってこう自分で、ね、ミキサーで今さ持ち運べて飲みたい時にそのボタンを押すとその場でスムージーになるポット売ってるよ。え、知ってる？持ち運べるマイボトルサイズのスムージー。そうそう、朝好きな例えばほうれん草とかさ、うんうん、小松菜とかバナナ入れて持っていくんだって。で冷蔵庫とか入れておいて飲む時にそれジーってやったらスムージーになるの、うんうん、すごいすごいよね、美味しいしさフレッシュだし、確かにそれは野菜取ってるってなりますね、でしょ目に見えて自分でさ確かにそれ作ったら確かに確かにいいかなとか。まあね、野菜ね、でも一人暮らしで、うん、こう野菜ってやっぱ傷みやすいじゃないですか、うんうんうん、だからそんなにこうたくさん種類も置けない、うん、ってなってくると一人暮らしで野菜摂取って難しいなっていう長年の悩みです。そうだってさ、例えばキャベツ一玉買っても食べきるのがね、そうなんですよ、そこからもうキャベツ生活始まるじゃないですか。そうそうそう、どうしたらいいんだろうね、白菜生活始まるとか、うん、最近ね、すごいね、すごいあのこの技術すごいなと思うのはスーパーに切ったカット野菜売ってるでしょ、はいはいはい、サラダの。でそのパックに入れて例えばちょっと出して口閉じとく、うんうん、保存したら5日間傷みませんみたいなのがあるの。え、その新鮮さを保つ袋なんだって。あ、もうそれ専用のパッケージになってるってことですか、うん、そう、そういうのがあって、あと100円のショップにその野菜をその袋に入れておくと鮮度が維持できますっていう袋が売っていて、これすごいの。すごい、刃物入れてみて、えシャーンってしてるからずっとびっくりでしょ100均ですか、うん、えほうれん草とかしなびちゃうじゃない、はいはいはい、刃物ってあれピンってしてるから、びっくりした。100均に行きます、うん、いろいろあるの、そういうグッズいっぱい出てて。あ、やっぱそういうの駆使して。そう、あとあれだよ、買ってきて全部ボーンっていわゆる野菜室に入れちゃダメなんだよ。え、どういうことですか、どこに入れるこう立って生える野菜はその形状でいるのが一番、はい、心地いいんだって。聞いたことある。そう、だからそういうのは立てて、はいはいはい、牛乳とか置くとかあるじゃない、はい、あそこに立てておくとか。あ、野菜室じゃなくていいんですか。うん、立てておく方がいいとか、場合によっては野菜室に切ってもさ縦にしてさ並べとくとか、刃物はこうペーパーに包んでとか、はいはいはい、キャベツとかさレタス買ってきたら芯にさちょっとピック入れといてとかで、ね、うん、やんないないや私なんかなんだろう、包丁もまな板も出し、うん、出すって結構めんどくさいじゃないですか、うんうん、そうだね、からもう一回買ってきて切りますってなったらもう全部切るんですよ、うん、あ、いっぺんにね、いっぺんに切って、うん、まあ、ジップロックにボッて入れるんですけど、
じゃあやっぱり袋がいいんじゃない、その新鮮な袋。いやそうですよね、それやったら楽ではあるけど傷みやすいんですよ。だから本当にキャベツ生活始まりましたみたいな状態になっちゃって、あともう漬物だわ、漬物。あ、もつし、確かに全部塩麹とかをかけて、大根とかさ。それで思い出した、うん、野菜足りないなって思った時、私キムチ食べてます美味しいよね、うん、なんかこうさ、いやいいと思うよ、ないよりね、うん、白菜だなみたいなそうだね、他のものもいっぱい取れちゃってるけどね、塩分とかさでも発酵してるし、白菜だし、そうだね、あ、なんか体にいいんじゃないと思って。美容にはいいのかな。そうだね、ケンさんあれだよね、なんか野菜不足がどうとかって、もそのプロセスめんどくさいからさ何にしてもさ難しいねそうだね、作り置きを勉強する2024だね。はい、はい、1年後作り置きしてますっていう女子になります、うん、もう3分の1以上過ぎたけどねまだでも3分の2あるから、うん、そっか、はい、うん、こうご期待私は絶対やらないと思う、一票さあどうなってるかな1年後